鶏ガラの仕込みをちょっとやっていこうかなと思います。鶏ガラって言ってもね、たくさんあると思うんですけども、普通のと元ですね、もう丸のままですね。あとは柄的にはもみじですね。こんなのもちょっとお願いします。では早速やっていこうかなと思います。はい、鶏ガラですね、もうこういった感じで、まあ、ネックと、ここはまあせせりの部分ですね。でこういったの、こういった綿とかがあるので、こういうのですね。でこういった器具を使いまして取っていきます。でここの、人間で言ったら肺の部分ですね、ここの、ここをこう掴んで、こう取っていくわけですね。ここをきれいに取らないと、肺というのはまあ血が溜まってる部分なんで、臭みだったりだとかしますのでね、ここしっかり取っていきましょう。はい、こういった感じですね。ここにもう綿が、肺の部分ですね、肺がしっかり取れちゃった状態ですね。でここに、内臓があったりし、まあ、腎臓だとかレバーと言われる部分ですね、あったりするので、もうここもあったら取り除いちゃってください。で鶏ガラの場合だと、骨がね、豚骨に比べて小さいので崩れやすく味も出やすいです。なのでうちの場合だと、これは湯引きとかも全然せずにそのまま使っていきます。鶏ガラはですね、豚骨のうまみが、イノシン酸って言われてるんですけども、鶏ガラのうまみは、グタミン酸とも言われてます。うまみの相乗効果で、イノシン酸が1に対してグタミン酸が1、1たす1が、7.5 倍になるとも言われていますので、相乗効果を狙ってね、豚骨と鶏ガラを少し入れることでうまみが、スープのうまみが増すというようなことですね。でうちの場合だと、鶏ガラのうまみを、鶏の臭みとかですねが必要なものですから、まあ豚骨だと必要なかったんですけど、今回の場合は鶏だと必要なものですから、これは、アク抜きとかも湯引きとかもしません。せずにそのまま丸のまま炊いていきます。で、まあ、上に浮いたアクはね、取り除くんですけども、もうそういった感じで、スープを取っていきます。だから必要に応じて臭みを抜いたり抜かなかったり、すると美味しいスープができるんじゃないかなと思います。では今日はここまでです。ありがとうございました。